明けましておめでとうございます。2017年が明けました。今朝の6時45分です。まもなく初日の出上がるということで、近くの多摩川まで見に来ました。そら君はこの、見てください、新しいメリダで来ました。私はあの古い自転車ですね。あそこには富士山が見えてるんですけど、見えますかね。ちょっとガスってて見づらいかな。これですね、富士山ですね。雪完全にかぶってますね。日の出はですね、6時52分だそうなんで、あと何分、あと10分ぐらいですね。寒いですね。寒いけども氷点下ないですね。霜もこう見ると降りてないですから。降りてるかな、ちょっと降りてるみたい。今は氷点下はないと思います。今は多分5度ぐらいって感じじゃないですか。結構人が来てますね。やっぱり皆さん初日の出を見ようと自分で来られてるんじゃないでしょうか。太陽はあの辺に上がるみたいなんですけど、ちょっとこう今ズームしてますけど、雲の縁がですね赤くなってるんで、あの辺に上がるんじゃないかと思いますけど、今三脚をセットしました。今こんな感じでですね撮ってます。これ三脚変更ビデオですね。こういう感じですね。横にソラ君がいて、これメリダ、これスマホ。このカメラだと少し感度悪いから、もう少し明るさがはっきり分かるかもしれないです。変わんねえか。6時49分ですんで、今ですねあと3分ぐらいで日が上がるはずなんですけど、ズームしてみます。こんな感じです。標準に戻します。この古い三脚なんで、三脚の意味はあんまりなしてないです。ガクガクしちゃってますね、この雲台の部分が。これからですね、もうずっと回しっぱなしにしたいと思います。あと2、3分なんで、映ってるけど顔が全然見えないね。まもなく日が上がります。太陽が上がります。かなり明るくなってきました。ギャラリー多いです。ギャラリー前と後ろで1000人ぐらいいるかもしれないです。ほら見て、あそこの端っこが、この雲の線のところがですね、ズームしましょう。かなり燃えてるような感じで赤くなってきてますから、かなり日の出が近づいてきました。これが標準のサイズですね。
あの辺りに日が出てくると思うんですけど。マニュアルで撮んないの？あ、ほら出てきて出てきてる。うわ、すごいね。見て、太陽。太陽上がってきました。今カメラで見てるとですね、そうでもないんですけど、実際目をですね、開けるとすごいですね、これ。ちょっとズームしてるんで、今かなり。ズームを外すと、こんな感じですね。ズーム、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 ズーム。こうですね、ずっと行くと。そこに富士山が、見てください、初日の出の光に照らされて少し赤みがかった富士山が見えます。もう完全に日昇りました。それがメリダを撮ってるみたいですね。今もう間もなく7時ぐらいになりますね。日は完全に上がってます。2017年どんな年になるのか分かりませんけれども、いい年になりますように。そろそろ受験ですので、希望の高校に合格できるといいと思います。